それでは時間となりましたので、セミナーを開始いたします。本日、座長を務めますのは、九州大学アジアオセアニア研究教育機構、コーディネーターの千根准教授です。千先生、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。皆様、第145回、ブランバックセミナーにご参加いただきありがとうございます。九州ですね、おととい、梅雨入りしてですね、なんですけども、昨日と今日はすごい快晴でですね、関東とか関西、すごい大雨のようですけど、なぜかすごい晴れていて、で、非常に暑いです。で、これからどんどん暑くなるんですけど、で、こう、厳しい夏を乗り越えるためにはですね、やっぱ冷房というのは不可欠ですね。ただ、皆さんご存知のように、昨今の、いろんな事情でですね、エネルギー、電力はすごい高騰して、で、この夏はですね、乗り越えるために、家計との戦いっていうのは必要になってくるということです。で、電力を作るのにですね、いろんな方法あるんですけど、方法によってはですね、カーボンエミッションっていうのは、生じますと。で、我々九州大学はですね、この、カーボン、に関する、カーボンニュートラルに関する研究とかですね、あとエネルギーに関する研究っていうのは、一つの、研究の、軸としてですね、これまで、されてきたんです。で、特に2010年からですね、文科省の、世界トップレベル国際研究拠点として、九州大学の、カーボンニュートラルエネルギー国際研究所っていうのは設立されてですね、このカーボンニュートラル、エネルギーに関する研究はされています。で、本日はですね、この研究所に、お勤めのですね、先生にお越しいただいて、カーボンニュートラル社会の、カーボンニュートラル社会の実現とその先へというタイトルで、ご発表をご講演いただきたいと思います。で、本日ご登壇いただくのはですね、九州大学カーボンニュートラルエネルギー国際研究所の教授、藤川、重則教授でございます。それではですね、まず私から、藤川先生の略歴を簡単に紹介させていただきます。藤川先生はですね、九州大学で、学士修士、工学博士、捉えた後にですね、理化学研究所、通称理研ですね、長年研究、なされていて、で、その後に九州大学のこのカーボンニュートラル、エネルギー国際研究所、我々アイスナーというふうに呼んでいるところに准教授として着任されました。で、その後、2021年に教授に承認されて、今まで活発にこう研究をされている、先生です。で、今日はですね、まさにこのようにですね、カーボンニュートラル、カーボンエミッションの最前線で、研究を活躍されている先生の、ご講演を、していただきますので、ぜひ皆さんお楽しみにしておいてください。それでは、淵川先生、よろしいでしょうか。はい、わかりました。じゃあ、ちょっと資料共有させていただきます。はい、お願いします。あ、ちょっと待ってください。はい。はい。画面は共有されてますでしょうか？はい。今、全画面見えてます。よろしくお願いします。じゃあ、早速始めさせていただきます。はじめまして、私はカーボンニュートラルエネルギー国際研究所の藤川と申します。今日は非常に貴重な機会をいただきまして、ありがとうございます。ちょっと事前にお伺いした話ですと、いろんな背景をお持ちの方がいらっしゃるということなので、今日はできるだけ、わかりやすく発表させていただきたいと思いますけども、もしご質問がありましたら遠慮なく、チャットの方にですね、入れていただければ、できる限り質問に回答させていただきますので、よろしくお願いします。それでは、私が今やってますですね、研究をベースにですね、我々が今ちょっと考えていることをですね、少しその、夢みたいな話も少し入っていますけども、そのことについて、ご紹介させていただきます。で、今日はですね、カーボンニュートラル社会の実現、これは当然、今後ですね、やっていかないといけないところではあるんですけども、それにとどまらずですね、その先へっていうことでですね、やっぱり大学の使命としては、当然今ある技術課題、社会課題を解決するだけではなく、やっぱその次のことをですね、しっかり、見据えた研究か、開発をやっていくっていうのを一つのミッションだと考えてますので、今日その話をさせていただきます。
で、実は私、今日午前中までですね、京都におりまして、で、帰りの新幹線の中でこれちょっと急いで作ったんですけども、これは何のグラフかと言いますとですね、横軸が、西暦ですね。これは西暦800年から、2000年、ちょっと2016年までですけど、です。で、これはですね、この桜のマークがありますけども、これは、京都のですね、桜の満開時期の平均を、プロットしたものです。で、これはですね、私がやったわけじゃなくて、大阪府立大学の青野先生という方がですね、当然、この辺の新しいところは、ちゃんとした気象データからの話でやってますけど、この辺の古いところはですね、古文書とか、そういうところからですね、桜がいつ満開になっているのかという時期をですね、プロットしたものです。縦軸はその3月、4月、5月とあります。で、当然、昔はですね、桜の満開時期、京都ではですね、大体この4月中旬ぐらいが平均的にずっとなってきますけども、ここもう本当に100年近くですね、要は急激に桜の満開時期が早くなってきてまして、もう3月に入ろうかっていうような状況になってます。で、当然これはやっぱり皆さんご承知の通りですね、やっぱ地球が暖かくなっているということだと思います。で、やっぱ CO2 出てるのは皆さんご存知だと思うんですけど、一体どのぐらい出てるのかっていうなかなかイメージつきづらいと思うんですけども、これ青い玉がですね、直径10メートルで、この中に1トンの CO2 が入ってます。で、これはですね、ちょっと2010年ちょっと古いんですけども、これは1秒間あたりにどのぐらい出てるかっていうのを、ちょっとわーっと模式的に合わせたものです。で、非常に出てるってのも分かると思いますけども、これ、ニューヨークの国連ビルでございますが、やっぱそれがでもですね、0.5秒でいっぱいになるぐらいの形で、今、二酸化炭素が2012年の時点で出てると。当然、今、それのですね、倍とは言いませんけども、かなりの量が出てるということが、パッと大体お分かりいただけるかなと思っています。で、これ大事なのはですね、CO2 っていうのは、大気中に放出されて、どんどん大気に蓄積しています。実は水もですね、グリーンハウスの、温暖化効果があると言われてるんですけども、皆さんお考えの通り、水がですね、その温室効果ガスとしてあんまり議論されてないっていうのは皆さんご存知かと思いますけど、これは水の場合は、ある程度溜まると雨で落ちてくるっていうことがありますので、ある意味ある程度一定に保たれてるということではあるんですけども、CO2 はそういうことがありませんので、やっぱり何とかして回収していかないといけないということです。で、どこから回収するかっていう話なんですけど、やっぱりたくさん出てるところから回収しましょうということで、これはちょっと古いんですけども、2018年の二酸化炭素の排出量のですね、いろんな産業別ので、での、出てるところなんですけども、エネルギー転換部門、産業部門も、やっぱここ明らかに多いです。特にここはいわゆる火力発電所とかですね、そういう火力発電所のところから出てくるもの。で、産業部門っていうのは実は製鉄とかセメントとかですね、そういうところから結構出てます。なので、そういうところから CO2 を排出削減しようということでやられております。で、当然これ未対策ですと、横軸が、西暦、縦軸が年間の CO2 排出量です。だからこれがずっと積分されて大気に溜まっているわけですけども、これ何もしないとどんどん上がっていくということになりますので、先ほどのようにですね、何とかして削減していくという努力をやっていかないといけません。で、このためにですね、先ほどのにご紹介したように、やっぱり火力発電所とか、そういう、いわゆる大規模に排出するところから CO2 回収しようということが今、世界中で活発に行われています。これは、いわゆるカーボンキャプチャー&ストレージってことなんですけども、いわゆる、この場合、重油になってますけども、重油に限らず、石炭、天然ガス、そういったものを、地下からほじくり出して、火力発電所で燃焼させて、それで発電をしていきます。今まではそれを外に出してたんですけども、それを出さずに CO2 を回収、これキャプチャーね、回収しまして、それを地下に埋めていく、貯留するというのが、世界中で今行われつつあります。日本でもまだプラント実証レベルではありますけども、徐々に始まりつつあります。これによってですね、どうなりますかっていうと、この先ほどのカーボンキャプチャー&ストレージ、CCS と呼ばれている方法で、排出量そのものは下がっていきます。が、これご覧になってわかります通り、グレーの部分が残ります。で、下がっているけども、結局ゼロにはなってません。で、これ下がってるからいいじゃないかと思われる方もいらっしゃるかと思いますけど、先ほど言いましたように、これが今までのものに加え、さらにどんどん蓄積されていきますので、やっぱり地球温暖化は止まらないということになります。従いまして、こういう部分でもちゃんとしっかり CO2 を回収していかないといけないということなんですけども、場所によってはなかなか回収しづらいところがあります。具体的には、例えば車、もちろん電気自動車にすれば排出はしないんですけども、例えばガソリン車の場合ですと、
燃やしたときにどうしても CO2 が出てきますが、それを回収しながら走ると、だんだん重くなるので燃費が悪くなる。燃費が悪くなると、ガソリンをたくさん使って、より CO2 を出すという悪循環とかになりますので、まあ、そういう意味でもですね、なかなかそういう CO2 をすぐに回収できない場所っていうのがある。まあ、そういうところを何とかしていかないといけないっていうのがあれでして、実際問題、これ、今、世界各国で目標されてますのは、産業革命を基準としたときに、その時の基準の温度よりも、2度 C 以下の上昇に幅に抑えるというシナリオです。まあ、このためにはこういう、まあ、排出量削減をしていかないといけない。まあ、実際問題、これはも今もう少し前倒しされて2050とか60とか言われてますけども、まあ、この形でですね、このグレーの部分が残っている。で、このグレーの部分をどうするかっていうのは、いわゆる今日のメインの話題のネガティブ CO2 エミッションですね。何かと言いますと、要は直接的に大気から CO2 を回収していくという形です。で、まあ、そのこれを増やすことによって、ようやく、まあ、この時の論文では、2070年ぐらいに世界中でネットゼロ、プラスマイナスゼロになる。ここで排出量がプラスマイナスゼロになるので、増えないってことではあるんですけども、当然、ここからさらにもうすでに出してますので、それをさらに削減していくってことで、ようやくですね、2070年ぐらいから大気中の CO2 濃度が下がっていくという形になっている。まあ、こういうことをしっかりやっていかないと、実は 2°C の目標には達成できませんよっていうのは切り上げる。じゃあ、これをどうやって、空気中からですね、大気中から CO2 を回収していくかということが、一つの大きな技術課題となってきますが、まあ、まず、何が大きな障壁かと、技術的な課題かと言いますと、まあ、処理するべき量が非常にたくさんあります。先ほどの、動画でお見せした通りですね、ものすごい膨大な量が今まで、排出されていますので、やっぱその量を処理しないといけないっていうのが一つ、まあ、大きな技術課題としてあります。で、もう一つはですね、濃度が実は非常に薄いという状況です。で、これはまあ先ほどたくさん出てますけど、大気って非常にボリュームがありますので、結果的にですね、CO2 の濃度はわずか0.04%しかありません。これ、まあ、他の単位で言います、400ppm と、パーセントパーミリオン、100万分率って言うんですけども、0.04%しかありません。で、これはですね、我々の科学系ではよくですね、いろんな分析機械を使うんですけども、400ppm っていうのはかなり低濃度で検出をするのですね、なかなかまあ、それなりの装置がいるようなぐらいの非常に薄い濃度です。なので、この量が多い割には濃度が低いっていうところをですね、それをですね、うまく効率よくですね、回収していかないと、CO2 は減っていかないということになります。で、実はそういう動きはですね、もう世界中で始まっておりまして、これはですね、空気中から直接回収することを、ダイレクトエアキャプチャー、ダックって言いますけども、そのダックのプラントっていうのは出来上がってます。で、これは、例えばいろんな今、世界中でですね、まあ、ベンチャーといいますか、巨大ベンチャーが立ち上がっておりまして、その代表的なものの会社として、クライムワークスという会社、スイスの会社があります。このスイスのクライムワークスという会社が、これ場所はですね、アイスランドなんですけども、アイスランドですね、こういうダックのプラント、マンモスって言われているような、言われているような、このプラントを作ってます。これ大きさピンとこないかもしれませんけど、ここに人がちっちゃく写ってるのがわかるかと思うんですけど、まあ、だいたいこれ、ご覧になってわかる通り、かなり大きなプラントでして、それでもまあ、年間まだまだ3万から4万トン程度の CO2 しか回収できない。ということで、先ほど見せたようにギガトンですね、あるような状況から開発するにはもっともっとこれを増やしていかないといけないというような状況でございます。で、じゃあ、空気中から CO2 回収する技術っていろいろあると思います。まあ、もちろん植林をしてやるという話もあるんですけども、まあ、いろいろ問題というか限界がありまして、やっぱり人工的に回収をしていくというような技術を開発しなければならない。じゃあ、人工的にどうやって CO2 を空気中から回収するかって言われますと、実はそんなに方法がなくてですね、まあ、科学的に吸収して回収する方法と、吸着しながらですね、こういう、まあ、非常にちっちゃな穴が開いたですね、材料に、CO2 をペタペタ吸着させて、回収していこう。そうすると、膜分離ですね。これはいわゆるエアフィルターのようにして、まあ、CO2 だけを、まあ、こし取っていくって形になる。そういう形の3つの技術があります。で、まあ、実は、我々が注目していますのは、この膜分離という方法でございます。で、これは世の中のですね、ダイレクトやキャプチャーは全て大体この吸収型を使っております。で、これなぜかと言いますと、実はですね、気体を液体とかでそういうものを処理するっていう技術は結構今工場レベルで動いております。例えばノックスを処理しますとか、ソックスを処理しますとか、いわゆる酸性ガスを処理しますとか、いろんな有機物が入ったようなガスを処理しますときに液体で処理するってことをやってます。
なので、まあ、逆にそれ用の液体を、まあ、CO2 吸収剤に変えてしまうと、まあ、そのままプラントで使えますよっていうことで、まあ、結構これがですね、やっぱりその現実的なラインとして認められています。しかし、これ実は問題というか課題がありまして、まあ、いい点は非常に、まあ、リアリティがあって、非常に大量に処理できるところはいいポイントなんですけども、残念ながら、この解決しないところはですね、一回溶けたものをですね、もう一回こう放出して、これを何とかするってことをしないといけないんですけども、この時にですね、熱をかけるってことをします。そうしますと、この熱はどうしますかって時、熱を使う時に、非常に CO2 を出してしまうということで、ここは結果的に CO2 の正味の回収量が減ってしまうということになりますので、ここはこの部分をどうするかってことは技術開発に結んでいる。で、我々はこれに対して新しい方法で、膜にエアフィルターのような形で CO2 を回収していこうということを考えております。これは何かと言いますと、まあ、いい点はですね、やっぱ非常にまあ簡単なプロセスですし、場所をあんまり取らないということは大きな一つの欠点です。あ、長所です。で、まあ、ただのエアフィルターですから、まあ、化学的に薬剤を使いませんので、まあ、いろんな場所に設置できますよということですね。で、当然ですけど、これはいわゆるそのエアフィルターっていうのは、こういうパッケージングにして使えていきますので、そのパッケージを何個使いますかっていうことで、簡単にですね、大きなものも作れるし、ちっちゃなものも作れると。まあ、イメージとしては、まあ、太陽光パネルみたいに必要な分だけ、まあ、数使えば、スケールアップできますよというようなメリットがあります。で、これでやればですね、非常に CO2 の回収もどこでもできそうでいいんじゃないかと簡単に思われるんですけど、実はほとんど検討されていませんでした。で、これはですね、ハーバード大学のデイビッド・キースという先生が、論文に書いてるんですけども、この方もですね、実はカーボンエンジニアリングという、まあ、空気中から CO2 をさっきの吸収型で回収する装置っていうのを、まあ、プラントを作られているっていう、そういうベンチャー企業をされているんですけども、まあ、その先生が論文に書かれていますのは、非常にですね、やっぱ現在の分離膜っていうのは、確かに CO2 を選択的に、まあ、ふるい分けることは、まあ、できてはいるんですけども、まあ、分子流速、まあ、いわゆる出てくる膜を通過するガスの量が非常に少ない、本当にちょろちょろしか出てこないということが一番の決定的な問題というのがあります。なので、大量の空気を処理するためには、まあ、それだけで必要な膜の面積を大きくすれば、まあ、もちろんできるんですけども、その膜の面積があまりにも膨大になってしまうためですよ。現実的ではないということが、まあ、一つの大きな課題として挙げられます。なので、逆に言うとほとんど膜で、分離膜でダイレクトでキャプチャー、まあ、空気中から CO2 回収するということは、ほとんどなされていませんでした。で、問題は結局ですね、ポイントは、やっぱりその分離膜の CO2 が出てくる量が少ないのが問題ですよっていうことですので、逆に言うと、裏返すと、たくさん出てくる分離膜があれば、膜でもダイレクトエアキャプチャー、空気中から CO2 を直接回収するっていうことができますよというふうに我々は考えまして、じゃあ、この CO2 の透過量を増やすにはどうすればいいかってことで、我々が注目したのは厚みです。で、分離膜の厚みと言いますのは、これ出てくるガスの量 J、まあ、こう J って書いてますよ。出てくるガスの量は膜厚に反比例します。なので、膜厚を2分の1にすると出てくる量は2倍。4分の1にすると4倍という形で、薄くなればなるほど出てくる量はたくさん増え、出てくるという。まあ、そういう単純な発想です。なので、じゃあ、この分離膜っていうのをですね、どん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 薄くしていけば、出てくる量は増えてくるんじゃないんですかというような単純な発想でございます。で、じゃあ、この発想は別に私がオリジナルってわけではなく、当然昔から、薄くすればいいってことは分かったんですけど、なかなかそれが現実的にできませんでした。それなぜかって言いますと、この自律性を持つってことが非常に重要になってきます。これどういうことかと言いますと、分離膜っていうのは当然ガスが上から入ってきて、下に抜けていきますので、ここに空間がないといけないんですよね。スペースがないと。で、このスペースとスペースがあるが空間が存在するということは、ここに分離膜をこの中心でですね、自立するということを知っとかないと。なので、薄くて自律性を持つということは、かなり難しいことでございまして、さらに、当然これですね、一箇所でも血管がありますと、破れていきますので、血管がなくて薄くて自律性を持つという、この3つですね。自律性を持ってて薄くて血管がないと。こういう3つのものを作るのは大変、まあ、極めて難しいということで、あんまり検討はされていませんでした。まあ、その中で我々が、やったのは、まあ、ちょっと詳しいことは省略しますけども、非常に
まあ、いろいろ試行錯誤しまして、非常に薄い分離膜というものを作りました。これは厚みが34ナノメートルということで、まあ、食品用ラップの大体300分の1程度の薄いものです。ですけども、これ、先ほど動画にもありました通り、まあ、手で持てるということで、おそらくこれ、世界で最も薄いんですけど、手に持てる自律ナノ膜と思います。厚さは先ほどのコロナウイルスよりも非常に薄い状況です。実際問題はこれでガスの透過性を評価しました。ちょっとグラフ的にちょっと見づらいんですけども、横軸はですね、先ほどの膜の厚みですね。まあ、縦軸はどのぐらい CO2 が出てきますかっていうところです。ちょっと GPU って聞き慣れない単位ですけども、上に行けば行くほどたくさん出てくると思っていただければ結構です。で、まあ、今、世界レベルでどの辺の CO2 透過量が報告されているかと言いますと、大体この緑色のゾーンでして、まあ、数千 GPU ぐらいの、ものがたくさん報告されていますが、我々のですね、まあ、非常にどんどん薄くしていまして、34ナノメートルになってきますと、まあ、これらは圧倒的にです、上回るような、CO2 が出てくるような分離膜の作成に成功します。で、当然、これよく言われるのは、これ穴が開いてるんじゃないですかとよく言われるんですけど、答えとしてはノーです。なぜかと言いますと、この×印を見ていただければいいと思うんですけども、この×印は何かと言いますと、ここは右側の軸のですね、CO2 窒素選択性というものでございます。これ何かと言いますと、膜を通したときに CO2 は窒素の何倍出てきますかということを表しています。例えば10ですと CO2 は、窒素よりも10倍多く出てきますよということを示します。で、これ、熱いうちはですね、当然この材料はですね、CO2 の選択性が、まあ、11程度あるんですけど、それがずっとですね、薄膜にしてもキープされていると。で、これ、もし1箇所の欠陥があると選択性がなくなりますので、いわゆる1になってます。なので、これは11をずっとキープしているってことは、全然穴が開いてないということです。だから、世界で最も薄くて CO2 を選択できる分離膜の作成に、まあ、成功したなと思っています。で、当然、まだまだ性能を上げていかないといけませんけども、それと同時にですね、やっぱりこの我々の分離膜っていうのは、その大気からの CO2 を回収して、まあ、大気中の CO2 濃度を減らすという社会的課題に向けてやっておりますので、その実用化ってこともですね、非常に重要なミッションでございます。で、我々は研究を発したときはですね、こういう500円玉ぐらいの大きさのものだったんですけども、今現在ではですね、こういう形で、まあ、そのいわゆる工業プロセスでよく使われるロールトゥーロールってフィルムをですね、こうバーッとこう連続的に作る装置があるんですけども、そういうものですね、要するにメートル級のですね、CO2 の分離膜をこういう形で作るところまで、来ております。で、実際もね、こうやって作った分離膜を使ってですね、まあそういう空 CO2 を空気からこし取るですね、フィルター装置っていうのを作りました。これ何かと言いますと、先ほどのようなですね、分離膜をこういうですね、中がこう穴が開いたようなですね、プレートに、まあ、両面でペタッとこうくっつけまして、この穴とこちら側の穴はつながってまして、こちらからまあポンプで吸い込んであげると、空気がこの分離膜を通してまあ濃縮された CO2 が出てくるというようなものです。で、これをですね、10枚ぐらい重ねたものをですね、作りまして、それ実際もので実験をしてみました。で、これがその実験の例なんですけども、ここに先ほどお見せしたような、フィルターのセットがありまして、その後ろにこのポンプがあります。で、ポンプがあって、それを吸い込んだ時の CO2 がどのぐらい濃縮されてますかっていうのを濃度センサーで見てます。ここに今603って書いて 603ppm ですね。で、実際この後にもう一個ですね、映ってませんけど、ここにですね、もう一個同じような、こういう先ほどのモジュールがありまして、それをまた分離して、2回目分離した時の CO2 濃度がどれくらいですかっていうのが、この画面に表示されています。で、これ実際も実は実験室の空気そのまま使ってやってますので、実験室の空気濃度っていうのは大体500から 600ppm ぐらいの濃度なんですけども、大体1段分離でその5、6倍ぐらい濃縮されていきます。その5、6倍ぐらい濃縮されたものが、さらにこう上に来て2回目で分離されて、ここにやってくるんですけども、この CO2 のセンサーっていうのがですね、1%までしか検出できないんですけども、まあ、これ、まあ、飛ばしますけども、これ1%振り切るぐらい。実際問題は1%から2%ぐらいの間のまで濃縮されているということで、おそらくこれ世界で初めて、大気中から分離膜で CO2 を濃縮した例だと思います。で、もう一つ大事なのはですね、回収した CO2 っていうのをですね、きちんと考えないと、どうするかとか考えておかないと、成立しません。まあ皆さん、例えばその、ゴミを集めたときに、集めたゴミをどうしますかって考えたときに、その処理の仕方まで考えておかないと、まあいろんなものをゴミ収集してもダメなような感じですね、やっぱり同じように CO2 も回収した後どうしますかという流れがあります。
で、一般的にはこの使うか埋めるかってことです。で、この埋めるっていうのは、なんかちょっといけないような形と思われるかもしれませんけど、もともと CO2 っていうのは化石資源を燃焼して、廃止したものですから、まあ、元あった場所に戻すという意味の CO2 貯留っていうのが今、当然のことながらやられております。で、当然、まあ、それをまた CO2 の C はですね、カーボンですから、炭素資源として使っていきましょうという形があります。で、私、一つの例として CO2 を直接そのまま使いましょうということをやっておりまして、これ何かと言いますと、実は農業で CO2 っていうのはよく使われてまして、これね、なぜかと言いますと、こういう農作物はですね、この光合成と呼ばれる方法でですね、CO2 と水と太陽の光を作って、まあ、いろんなこの中の貴重な有用な炭素化合物を作っていって、まあ、成長していきます。そのためにですね、まあ、CO2 をわざと上げて成長促進させようということをされてるんですけども、まあ、現時点ではですね、灯油とかで、そういうものをですね、まあ、燃焼した形の中から出てくる CO2 を与えて、まあ、成長促進させています。で、どのぐらい濃度が必要ですかっていうと、実はまあ 1000ppm ぐらいですね。だからだいぶ大気中の2倍から3倍ぐらいの濃度があれば十分成長するので、じゃあ先ほどお見せしたように我々の分離膜ですね、もう 3000ppm ぐらいまで濃縮できますので、じゃあそれを上げてみましょうということで、実際この分離膜のモジュールを使って、左側の方には CO2 が濃縮されたもの、右側の方には、同じガスの空気量のものを投入して、その違いを見てみました。これは小松菜という、まあ、野菜ですけども、こちら側の方に CO2 が濃縮したものをあげますと、非常に大きく成長が早くなっておりまして、最終的にです、乾燥重量としては30%ぐらいまでですね、増えているということが分かりました。他にもですね、CO2 を利用するとしては、やっぱり次はカーボンリサイクルということで、やっぱりこの炭素ですから、炭素資源として使いましょうということで、今、同じプロジェクトでですね、先導物質化学研究所の山内美穂先生と、だから、イリノイ大学のポール・ケニー先生との共同研究でですね、CO2、我々回収した CO2 を電気化学的にこういうメタンとかエチレンとかエタノールに変えましょうということを実際やってます。まあ、実際も山内先生はこういう電化学の装置も作られてるんですけども、こういう、具体的にはこういう触媒ですね、この反応を非常に効率よく行わせるような触媒を作られております。あ、ケニー先生も同じ形でこういうデバイスを作られている。実際問題、これでどういうものを作ろうとしているかと言いますと、まあ、空気中から直接 CO2 を濃縮して、その濃縮した CO2 を直接先の電化学の装置に入れまして、物質に変えていくことをやろうとしています。で、実際問題、これが、その装置の、概要です。ここで CO2 を空気から濃縮して、ポンプを通じて濃縮しまして、これをですね、この先の電化学の装置に送り込むために、まあ、その電化学の水溶液に溶かし込んであげまして、で、この装置をポンプで、この先の電気化学の装置に送り込んであげる。まあ、いうことです。見た目はちょっといろいろ激しいんですけども、やってることは大したことではなくて、実際までこれで、これ分析の画面なんですけども、水と電気と CO2 を使って電化学的に反応しますので、当然水素も出てくるんですけども、今回の場合はエチレンですね。これはポリエチレンとかの重要な工業原料であるエチレンとか、あるいはカーボンモノオキサイドと言われるような、これも工業的に重要なものが作られるようになっています。で、これは多分おそらく空気中から濃縮して、そういうものを直接一気通貫作った最初の例だと思います。で、こういうものを実際の、ね、小型の装置を作って、やっぱ CO2 がよく出している都市部に分散配置して、その分散配置したところでそのまま炭素資源を直接作って、その場で利用するという炭素資源の地産地消に向けて、まあ、プロジェクトが動いてまして、これが、我々今現在進めていますムーンショット型研究開発事業ということで、ビヨンドゼロ社会の実現に向けた CO2 循環システムの研究開発ということで、九州大学を中心として、いろんな大学の協力をいただきながら、研究開発を、まあ、それの研究開発を進めています。で、最終的にこの膜分離のいいところっていうのはですね、やっぱりこの4つのポイントなんですけども、やっぱり設置場所に制限がないということと、いろんなサイズで調整可能でということです。で、これは大気っていうのはですね、まあ、どこにでもありますので、そのどこにでも場所に依存しなく、まあ、必要な分だけ回収できるっていうのは、ダイレクトでキャプチャーにおいて非常に重要な、要素だと思いますけども、まあ、そのことによりまして、我々は CO2 をどこでも回収して、どこでも使いましょう。CO2 キャプチャーエニアというコンセプトでやってます。で、また、もう一つ大事なのは、先ほどの装置ご覧になって、まだまだちょっと製品とは程遠いんですが、
やっぱり実際社会実装していくことになっているときに、どういった形で社会実装していくかということは非常に重要なポイントになっています。そこで我々は、九州大学の、芸術工学部の学生さんと先生方と協力して、まあ、来たるべき未来はどんな世界かということをですね、技術ベースで考えながら、いろんなこのです、炭素回収バスとかですね、これは街の中にですね、オブジェとして、回収モニュメントがあって、その中で、CO2 回収してメタンに変えて、地下に埋めていくとか、都市ガスのパイプラインで共有していくとかですね、そういうことを考えながらやってまして、実際問題、これは芸術工学部の学生さんが、まあ、もしそういう技術を家電にしたときにはどういう家電ができますかとかですね、どういう製品サービスができますかっていうことを、考えてやっております。だから非常に我々もですね、そこから刺激を得てですね、いろんなまた研究開発の方にフィードバックできております。で実際問題はこれをですね、もう集中的にやろうということで、2021年4月にネガティブエミッションテクノロジー研究センターというのを発足させまして、まあ、九州大学の光エネルギーを積極的に活動されている君塚先生、足立先生ですね、それから先ほどの CO2 変化の山内先生、それから、この辺はですね、先ほどのプロダクトデザインの話とかですね、これは経済的な合理性の話、それから CO2 を地下に埋めるっていう話ですね、それからそれに必要ないろんな構造的な評価をしていたということで、総合的に研究を進めています。また、ちょっとこれ手前味噌になるんですけども、実際問題、我々大学が社会実装を進めることはなかなか難しいので、新しいベンチャーカンパニーを作りまして、これは、九州大学と、総合商社の創立が、まあ、出資しまして、新しくできたカーボンエクストラクトという会社でございます。これは、九州大学が初めてですね、直接出資した会社ですけども、まあ、この会社を通じて先ほどの技術をですね、社会実装協力に進めていきたいと思っております。で、発表は以上です。どうもご清聴ありがとうございました。はい、藤川先生、ありがとうございました。大変魅力的な発表でですね、本当にモンショットという大規模で、まあ、夢のある研究から、最後の社会実装までですね、ご発表いただきまして、ありがとうございました。で、早速ですけども、質問が届きましてですね、皆さんも、もし何か質問、コメントありましたら、ぜひチャット欄にご記入ください。で、まず1件目ですけど、より濃度を高めるために2段分離をされていると思いますが、1段目と2段目で膜の構造、あるいは分離の仕組み、が違うのでしょうか。ご質問ありがとうございます。先ほどのご紹介したやつは非常にシンプルなものですね、ものだったので、膜の性能としては全く同じものを使っています。で、当然これはコンビネーションで、1段目より性能高いもの、2段目はまあまあ緩やかなものとかですね。そういうものは当然コンビネーションですけども、大事な点はですね、我々分離を研究している人はいつもですね、勝手にですね、より濃縮されたもの、より高く濃縮されたものっていう、ことを考えがちなんですけども、実際まだそんなことはなくて、先ほど農業用途みたいに、1000ppm、0.1%でもいいですよ、みたいなところがあります。だその濃度に合わせて、まあ、やっていくということなんで、まあ、1段目、2段目、あるいは3段目で、それぞれ違う性能のものとかのものを、使って、分離をするということで、やっております。ありがとうございました。2点目ですけど、英語での質問なんですが、まあ、先生は英語でも日本語でもお答えでいただければと思います。What are the emissions from this carbon capture machines? ちょっと意味、多分ちょっと。おそらく、I think の his question is how much amount of the CO2 emitted from the our capture machine? I think that is the meaning of the question. だと思うんですけど。Of course, our machine consumes the electricity. That's why electricity also generates sometimes CO2 when we use a thermal power plant. But of course, that is a most largest, CO2 emission site. But our planning is to utilize the green energy, such as the photovoltaic system or some hydrodynamics. 水力発電とか、そういう電力を前提として作ってます。だから今の系統電源ですかね、いわゆる火力発電所由来の電源を使いますと、そこの部分 CO2 出しますので、その量はちょっと尋常ではないので、これは正直言うと本当にグリーンエネルギーを使わないとダイレクトキャプチャーっていうのは実現できない。まあ、CO2 としては、むしろ出す側になってしまうことに。ありがとうございます。まあ、ちょっと次の質問にもつながる話ですけど、まあ、素人質問で大変恐縮ですが、CO2 を集める場所としては、
やはり CO2 の排出が多いところでやる方が効果的なんでしょう。ありがとうございます。はい、これはおっしゃる通りでして、まあ、もちろん 400ppm っていうのは、まあ、一番厳しいところですね。逆に、こういうオフィスとかですと、すぐ 1000ppm になります。そうすると濃度は2倍になりますので、実は、そのために必要な回収エネルギーは2分の1か以下になります。だから例えば、朝の地下鉄のですね、列車の中とか、もう平気で 2000ppm とか 3000ppm 行くんですけども、まあ、そういうところで CO2 回収したら、ものすごくエネルギーコストが下がってきますので、やっぱりその CO2 の排出が多いところ、いわゆる街中、人が多いところ、大学、学校、そういうところでの回収が、非常にエネルギー的にもコスト的にもですね、有効で効果的ではございます。はい。なるほど。もう本当に最後の芸妓のデザインのようにですね、なんか空気清浄機みたいな感じで、ああいう小型のやつがあると、教室に置くと結構回収できるということですね、将来的に。そうですね。はい。我々逆に言うと、そこに設置しやすいような小型のものを作って、まあ、気軽に CO2 回収するという形を考えております。はい。はい、次もう一点、質問ですけども、大変重要かつ興味深いご発表ありがとうございました。全ございくます。の質問で恐縮ですが、で今後ですね、先生の開発された分離ナノ、膜を、火力発電所、鉄鋼化学工業に、設置、運用、または新興市場、や、まあ、開発途上国での導入など、が、まあ、できればと素人考えとして思いましたが、可能な範囲で先生のお考えをご教示いただけると幸いです。可能な範囲でナノマークの材料を、ナノマークの重要についても教えてもらえると。はい、助かります。じゃあ、可能な範囲でお答えさせていただきます。はい、ありがとうございます。まあ、もちろんですね、先ほど濃度が高いところであればですね、やっぱりそのコストが下がりますので、実は分離膜っていうのはですね、火力発電所の排気ガスからですね、CO2 回収するために今、世界中で使われようとしています。というのは一番コストがやっぱり安くなるんですね、分離膜の方が。なので、実際問題火力発電所とか鉄鋼とかですね、そういう化学プラント、あるいは工場での排ガスからの CO2 回収のために分離膜っていうのは使われております。はい。そういう意味で言うと可能性はあると思います。ただ、ですね、一つ超えないといけないのはですね、やっぱりそういうところがですね、やっぱり非常にいろんな複製生物のガスを含んでおりますので、まあ、耐久性っていう問題がどうしてもつきまといます。で、それが、まあ、耐久性っていうのはですね、まあ、やっぱりその排ガスの種類によって変わってくるので、なかなかですね、一個膜を開発すると、はい、それは火力発電所使いますよとかっていう、できない側面もありますので、今大体注目されているのは、火力発電所鉄鋼ですね。そういうところでの CO2 分離膜として、まあ、CO2 分離として分離膜は使われようとします。はい。で、新興市場っていう意味では、実は先々週ですね、私、シリコンバレーの方に行ってきたんですけど、やっぱりですね、今 AI とかでそういうところやっぱり非常に投資先として、ホットな、ところではあるんですけども、私驚いたのはですね、その次にですね、ホットなのは、ダイレクトエアキャプチャーに関するところは、もうものすごくホットで、少し私から見るとバブル的な要素になってんじゃないかなというぐらい、その投資が集まっています。まあそういう意味で、まあそれはいろんな意味で、先ほど言いましたように、回収した CO2 を、例えばカーボンクレジットで利益を生むとかですね、まあそれで物資を作ってやっていくっていうことがですね、どうもビジネスになりそうだと、徐々に皆さん気がつき始めてて、やっぱりそれに関係するというような市場、新しい市場ですね。ところをやっていこうということで動きがあるのは事実でございます。で、あと、まあ、最後、ナノマークの材料なんですけども、これはなかなか難しい質問ですけども、強いて言うとですね、ソフトコンタクトレンズの材料に近いようなものですか。よくコンタクトレンズで酸素よく通しますよっていうようなコンタクトレンズあると思いますけど、まあ、そういうものを今は使っております。はい。で、寿命についてですけども、一応ですね、我々も今のところデモンストレーション的に、まあ、よく来客があった時にお見せしてるんですけど、まあ、今のところ2年ぐらい使ったり使わなかったりして、まあ、普通にポロンと実験室に置いてますけども、まあ、2年ぐらい特に性能が落ちるってことはあります。はい。でございます。すみません、あと2点ですけど、もしどうよぞ。く5分程度でご対応できると幸いです。まず1点目ですけど、濃縮を効率的にするために膜を薄くすることと、耐久性はですね、トレードオフのような気がしますが、この辺のお考えいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。おっしゃる通り、薄くするとやっぱ機械的に強度が落ちます。で、ここから先は科学者の、化学者の出番ですけども、いろんなこの混ぜ物をして耐久性を上げていこうということをやっています。はい。
だから機械的な強度を上げるためにですね、例えば皆さんビニール袋をいろいろ使われてると思うんですけども、昔のビニール袋って結構割と重たいものを乗っける、やるとビヨーンと伸びて、バリバリって破れてたりとかする、まあ、すると思うんですけど、今そんなことないと思うんですけども、やっぱそこはですね、材料にいろんなものを混ぜ込んで、まあ、耐久性を上げていくということをやっておりますので、まあ、それと同じような形で、やっぱその材料の組成とかですね、そういうものをうまく調整しながら耐久性を上げていくということをやるとして。はい。ありがとうございます。次の質問を最後にしたいと思いますけど、はい。木の CO2 の濃度、CO2 の濃縮度により、変化すると思いますが、CO2 回収エネルギーは、何ギガジュールですかね、トン、CO2 となっておりますでしょうか。はい。ですね。それちょっと今、腕にポッと数値は出てこないんですけども、ですね。ギガジュール、今、スパッと数値出てこないんですけど、我々のところで使うエネルギーって結局、ポンプの電気エネルギーなんですけども、さっき、我々ムーンショットで目標としてます、まあ、あるワンセットの装置の性能っていうのは、1日1キロ、あ、2キログラムの CO2 を50%以上の濃度で回収しますとよっていうような、そういう装置をで作るときに、どれぐらいの消費電力を使うかっていうと、ちょっと多いんですけども、だいたい数キロワットアワーぐらい使います。はい。で、なんで、ギガジュールにすると、ちょっとパッと計算して出てこないんですけど、トンあたりになりますと。すいません。ちょっとこれもしあれだったら、後で計算してまた回答させていただきたいと思います。はい。すみません、回答ありがとうございました。それでは時間になりましたので、本当に今日も私はこれ聞いて大変勉強になってですね、ちょっと一番冒頭にあった、ちょっと大切にエネルギーを使おうかなと思って、CO2 の排出をですね、なるべく抑えたいという気持ちにはなっています。ありがとうございはます。い、それでは、本日、藤川先生、貴重な今、フィードバックなんですけども、貴重な話、貴重なご講演、ありがとうございました。どうもありがとうございました。それではちょっと事務局から数点連絡あるかと思いますけど、ニューレン先生、お願いします。はい、ありがとうございます。藤川先生、先生、ありがとうございました。最後に事務局よりご案内をさせていただきます。まず、次回のブランバグセミナーのご案内です。次回は来週6月26日水曜日午後12時10分より、九州大学総合理工学研究院の池谷直樹教授より、建築環境のための風工学と題し、講演を実施いたします。詳細はホームページをご覧ください。